あおはようございます。今日、第2弾なんですけどあの今、7時,あの7時半こうやってリビングなんですけど本当に何もないですよね。ここに トリニングマシンがあるだけでね、で仏壇これ、これ、こっちが東なんですね、で今、こうやって戸を開けた状態であの日が当たって、これ、南なんですねで、カーテンも何もないですよ、で1で、これ、ラッキーカラーのね、あの青色ののれんをかけてね。 で冷蔵庫も南にね、やっぱりもともとこちらが冷蔵庫置き場だったんですけど、やっぱり西に、笠の,の先生が西側に、まあ、冷えるものと、熱つけのものがあるのと、あとは水ですかね、だからということで、まああの、こちらに移動しましてね、で冷蔵庫もあのあの大きいあの古いやつね、おばが持って、それも捨てましたしね。 で、ここに、あの、東に、あの、水槽ね、今、ここ。まあ、まだ金魚は飼ってないんですけど、あの、いわ、こうやって、一日中、か、ぷくぷく、ぷくぷくね。あの、こうやって、エアストーンから出てましてね。まあ、こうやって、まあ、あの、まあ、気持ちいいんですね、これ、あの、あの、ね。あの、ね、本当に、これ、広いです、向こう。で、ここで、まあ、お盆の介護ベッドでも置き、置け、おいて。車椅子でも十分生活できますしね。 で観葉植物もこうやって3つねここに、でこベランダで、ここでバーベキュー皆さんでやりますからね、であのここにチェアとかね、あので今日はあのあのやっぱりその12月で冬至ってことですから、あの太陽浴ですかねもう少しだったら、太陽浴、日光浴ですかね、して、そして、まあ、2024年にかなったこと。 実現実際起きたことそれを書きます、また日光をしながらね、うんまあ、結局、今でもこうやって戸を開けた状態でずっと午前0時からいるんですけどさあもないんですよ、これはクーラーこれ、クーラー形だけなんですよ、これもう動かないんですよ、壊れちゃってでもいいんですよ、動かなくても去年まではフル稼働だったんですどね、これ18畳のやつ動かなくてもいいですよ、何しろあったかいんですよね。だって全然クーラー 入れてませんもん今年になってから全然寝室も、ね、寝室とここのリビングだけなんですけどねだから電気代が去年よりかなり少ないんですね役に入れてませんもん全然その断捨離始めてから7月からですかね7月はちょっとクーラーね、まあ、7月はちょっとクーラーってよりもそのクリーナーの電気代がかかっただけなんですけどね で、仏壇もこれ気持ちいいんですね、母親ね。で、これ母親さん、もうすぐ、あの、東別院に納骨しますから、まあ、最後かなと思いましてね。まあね。うん。で、ここでトレーニングしてますしね、ここでトレーニングね。で、で、こうね、うん。まあ、やりますよ。盛り上がってみましょう。